湘南エイジエクリニック札幌院士の徳永です。受付カウンセラーです。よろしくお願いしま す。今日は有名なキャラクターについて、髪の毛の知識を交えて話していこうとは思うんですけれども、そのキャラクターの名前はラプンツェルでいこうと思います。特徴的なキャラクター、はい、僕 DVD を持ってるくらい大好きな、作品なんですけれども、質問なんですが、ラプンツェル生まれてこの方髪の毛切ってないらしいんですけれども、長さとしては今何センチくらいあるでしょう。髪の毛を切る前ですね。切る前、はい、切る前、あ、長い時ですか。長い時21メートルです。さすが下調べされてるような感じあるけど、21メートル、これ正解なんですけど、じゃあ実際に21メートル伸びるってなった時に1ヶ月で何センチ伸びるか知ってますか？1センチ。おー、正解。考えた場合、だいたいまあ1年で約、順調に伸びたら12センチぐらい伸びるんですけど、それがまあ12年でいうと120センチ。まあプラスラプンツェルの年齢18歳なので、プラス6年なので、まあ大体70センチプラスされると約2メートルぐらい髪の毛伸びる計算になるんですけど、実際には21メートルって、まあとんでもない長さですね。めちゃめちゃ長い。めちゃめちゃ長い。まあこれ魔法の力での発育力と、維持力っていうところが間違いなくあるかとは思うんですけど、まあ実際にはヘアサイクルっていうものがあるんですが、じゃあ人間、女性がですね、例えば髪の毛しっかり伸ばそうと思ってずっと切らない状態でいたら、大体約何センチぐらい伸びると思います？50センチ。うん、は短すだいたい、まあ髪の毛のそのヘアサイクルっていうのが、女性だとまあ長くて7年ぐらいは続くんじゃないかっていうふうに言われてるので、 12×7 で大体まあ80センチプラスアルファぐらいは伸びるんじゃないかなっていうところが、まあ理屈上の話ですね。ただまあじゃあ2メートル伸びることができますかっていうと、当然もう髪の毛の寿命がオーバーしちゃってるので、そこまでは伸びることができない。実際にはラプンツェルの体現ができるかっていうと、やっぱりちょっと難しいんですね。まあ1メートルぐらいは伸ばすことができるよっていうイメージになります。ラプンツェルがお母さんを髪の毛でこう引き上げるシーンがあるんですけど、髪の毛どのぐらいの重さがかかっちゃうと抜けると思いますかね？髪の毛8キロ。8キロは多分全部髪の毛がなくなっちゃう。だいたい50から80グラムぐらいの力でこう一本の髪の毛を引っ張ると、まあ抜けちゃうっていうふうに言われてるんですね。まあ当然勢いとかっていうのも結構必要にはなってくるんですけど、なのでまあお母さんの体重を持ち上げようと思ったら、まあお母さんの体重が勝ってブチブチって全部抜けちゃう可能性って非常に高いんですが、これもまあ魔法の力でなんとか成り立ってるんですね。はい。まあ引き上げようと思った時に、じゃあ何か工夫が必要かって言われたら、ラプンツェルの動画でもこう低滑車っていう、まあ滑車があるんですが、その滑車を利用してラプンツェルは引き上げてるんですけれども、その滑車の原理っていうところが必要になってきます。でまあプラスアルファ髪の毛ですね、やっぱり定点でこうもう一点に力が集約されちゃうと本当にプチッと抜けちゃうので、なるべくこう力を分散させたいという理屈で言うと、髪の毛をゆってあげて三つ編みにしてあげると、まあ、少し引っ張られる力にも強くはなるかなと思います。まあ、髪の毛を抜かれない工夫で言うと、そういった工夫があるんだよっていうイメージですね。はい。まあ、じゃあ髪の毛ですね、じゃあ実際に人を引き上げようということは無理だとは思うんですけど、ラプンツェル走り回ると髪の毛こう引きずり回してですね、地面を。まあできる限り持ち上げて手繰り寄せて走ってるんですけど、当然地面にもちょっと擦れてる部分があるので、こうやってそれをずっとし続けるとどうなると思います？髪の毛めちゃめちゃ痛むと思う。めちゃくちゃ痛むし、まあ、当然お母さん引き上げようとしちゃうと、どうしてもブチブチブチって途中でもうブチ切れちゃう、切れ切れになっちゃうというところがあるので、
まあ、通常は人持ち上げることはしないとは思うんですけれども、なるべくこう髪の毛の髪飾りとかつけようとか、重しをこうつけること、ヘアエクステをつけようとか思った時とかにも重りをつけてるようなイメージなので、なるべく切れ毛にならないように日頃のヘアケアですね、意識いただければと思います。まあ、トリートメントも大事ですし、髪の毛の地盤の汚れを落としてあげるクレンジングも大事ですし、そういったところもですね、常に意識いただければと思います。今日はラプンツェル話題に話していったんですけれども、ラプンツェルの話題まだまだ続きます。次の動画ではラプンツェル症候群という、ちょっと変わったニュアンスの病気の名前について、髪の毛これも関わっているので少しお話ししていこうと思います。次回の動画も楽しみにですね、待っていただければと思いますので。ちなみにラプンツェル症候群知っていますか？はい。ああ、まずじゃあ次回、はい、次回、はい、しっかり説明してもらいますのでよろしくお願いします。それではですね、この動画ですね、良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、その他概要欄に載っている SNS、TikTok であったりなどもぜひ見てください。はい、ではまた次回の動画で。バイバイ。